コールドスプリングハーバー研究所は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ロングアイランドにある民間非営利財団による研究所で、生物学、医学の研究及び教育を目的とする。最先端の研究で、世界的に知られ、ノーベル賞受賞者も出している。有名な港町コールドスプリングハーバーの名を冠して、いるが、所在地はその西隣の夏草群、ローレルホロー村である。 1890年に、ブルックリン財団が生物学研究所を、また1904年に、ワシントン・カーネギー協会が、実験進化研究所をこの地に設立したのに始まる。カーネギー協会の研究所は1921年に、カーネギー研究所遺伝学部門となり、遺伝学の発展に大きく寄与した。1962年に両研究所が合併し、 コールドスプリングハーバー研究所となった。研究所は20世紀前半には、有生学研究でも知られた。有生記録書が置かれ、有生学者、チャールズ・ダベンポートとハリー・ラフリンがここで、劣悪人物の家系に関する研究を行った。これは、アメリカの移民排斥に、理論的根拠を与え、ナチスの思想とも無関係でないと言われる。この研究、 施設は1935年に科学的でないと問題にされ閉鎖に至った。1940年代には分子生物学の源流となる研究が行われた。1944年にはバーバラ・マクリントックがトウモロコシのトランスポゾンを発見した。またマックス・デルブリュックとサルバドール・ルリアがここをバクテリオファージ研究の中心とし、さらに DNA が 遺伝物質であることを示す実験をアルフレッド・ハーシーとマーサ・チェイスが言った。その他のノーベル賞受賞者にはリチャード・ローバーツとフィリップ・シャープ、また受賞後に2007年まで所長、会長を務めたジェームズ・ワトソンがいる。所内での研究と並んで研究進行教育にも力を入れている。1933年には出版局として、 コールドスプリングハーバーラボラトリープレスが設立され、以来多数の学術史と学術書、実験書を出版し続けている。2013年11月より、生物学分野を対象とする無料のプレプリントサーバーであるバイオルクシブの運営を行っている。集中講義や研究会も多数開催している。ルリアとデルブリュックによるファージュコースは、 分子生物学創造期の指導者たちを育てたことで知られる。シンポジウムコールドスプリングハーバーラボラトリーシンポジウムオンクオンティティーティブバイオロジーは1934年以来毎年開かれ最新の研究テーマを取り上げている。このほか高校生や大学生のための指導なども行っている。アムトラックロングアイランド鉄道などが発着するペンシルバニア駅から ロングアイランド鉄道、ハンチントン、ポートジェファーソン方面行きに乗りサヨセット駅で下車する。約1時間かかる。サヨセット駅からは研究所運営へのシャトルバスがいれば、無料で乗れる。いなければ、電話をすると来てくれる。コールドスプリング、ハーバー駅も存在するが、そちらには、シャトルバスは行かない。日本からの国際便は多く、ここに発着する。 エアトレイン JFK を用いて、ロングアイランド鉄道ジャマイカ駅に行く。乗るときは改札はないが、降りるときに改札があり、改札内の券売機で5ドルのまたカードを購入し、そのまま改札機に通して改札口を出る。ジャマイカ駅では、ハンチントン、ポートジェファーソン方面行きに乗り、際をセット駅で下車する。そこからは、蒸気参照。主に、アメリカ国内線が発着する。 また路線バス Q70SBS に乗り、終点のロングアイランド鉄道、ウッドサイド駅まで行く。ウッドサイド駅からは、ジョニエ F ケネディ国際空港からのルート参照。マンハッタンを挟み反対側に位置するためこちらを利用することは進めない。1万1こちらに到着した場合は、空港のターミナルからエアトレインで結ばれている、ニューアークリバティ国際空港駅から、 ニューヨーク・ペンシルベニア駅へ、ニュージャージートランジット、アムトラックの電車が走っている。これを利用すれば、直通列車なら、ペンシルバニア駅まで所要時間は30分以内、料金も15ドル程度である。ペンシルベニア駅からは、蒸気参照。ありがとうございます。